どうですか？2時間でカットもカラーもパーマもお願いしたのに、はい、すごい丁寧で色もめっちゃ綺麗なので神です。はい、こんにちは。札幌占い美容師相模橋の後藤です。今日はパーマとカラーをしたいということで、ここがパーマないので、ここちょっとパーマをかけ直して、この辺からがいいですか？顎くらいか。今中間水栓が終わって約30分。今の時点でどこまで行ったかというと、今1時間スタートしてから1時間ですね。で、今もうカラー塗り終わった状態。カラーも塗ったんだ。塗ったってまだこれから塗りますけど、はい、あのシャンプー台で、しっかり乳液処理、クエン酸を使ってますし、二剤処理をしっかりさせて、ちょっと濃度強めにしたんですけど、それに、シャンプー台の方で毛先にまずちょっとカラー剤をつけてます。はい。で、今毛先の出方見てから根元の方攻めていこうかなという感じで、で彼女の方から途中、お話があって、あまりやっぱ明るくしたくないっていう感じになったんで若干暗く設定してます。はい。でカラーの方は色味的にはですね、グリーン系とブルーを使ってますね。で、かなり赤くなっちゃうと思うんで、彼女の場合は。なんで、赤くしないようにグリーン強めと、あとブルー、マイルドなブルーを混ぜて色は作ってます。ということは、1時間半で終わっちゃうんです。ちょっと医療系のお仕事をされる予定があるので、根元の方はウィービングでつないだ方がいいかなと思いました。なので、ウィービングで根元の方はちょっとつないでいこうかなと思います。コームアップさせながら、ちょっと根元は、少し縦のラインを強調させて塗ってます。はい、ここはコームアップさせながらこういう感じですね。縦のラインを強調させて、ウィービングまではいかないですけど、リパレットで逆側にこう表面だけつけるような感じですね。それで綺麗につなげていきます。毛先はあまり触りません。リパレットでロックしたら逆に塗っていきます。こういう感じですね。はい。で、毛先はあまり触らないようにします。こんな感じで根元塗り終わりました。はい、顔前のところは触らなくていいぐらいだと思います。コームアップで塗っていきます。コームアップして塗っていく感じです。毛先はいじってません。いじってると北海道弁？やべ。毛先は触ってません。いじってません。いじってると北海道弁だっけ？待って、北海道弁だよね。はい、確かに。やべ、田舎っぺだ。やべ。で、根元を塗ります。パレット逆ハケ、手も上げた方が根元つかないのでいいと思います。はい、リパレット、これコーミングするときね、あの別のコーム使った方が本当はいいんですけど、今時間ないんですけど、ません。で、これで逆ハケ OK。 こんな感じ。前髪はコームにつけて、縦に後ろにコーミングしていく感じですかね。なんか前髪の表面はあんまり入ってない感じですね。中の方にこうちょっと今入れてます。縦でこんな感じでいいです。で、パーマは、前髪のパーマちょっと取りやすいんで、前髪パーマちょっときついかもな。たくさんしょうがないね。下使っていくといい。で、こんな感じでカラー終わりです。これでちょっとお時間を置いていきます。で、この辺の癖も取れてていい感じじゃないかなと思うんですけど、
はい、センターから半分に分けて、無駄なことをしないカットなんですけど、とりあえず前にシェイプしていきます。いいでしょうか。前側にシェイプしていきます。で、イヤートゥーから分けます。イヤートゥーイヤーから今分けてます。イヤートゥーイヤーから前、さらに分けます。イヤートゥーイヤーから前、さらに分けます。逆位置に立って、あんまりでもね、段入れたくないんで、まっすぐだけもいいじゃないですか。あんまり段入れたくないんで、この下のラインに合わせてカットしていきます。見えますか、こんな感じで。イヤートゥーのとこだけですね。逆に立ってこの毛を横に持ってきます。こういうふうに。で、コンベックスのカットラインですね。えぐらないで板状に持ってくる感じです。こういう感じですね。はい、で今度逆いきます。はい、で逆に持っていって、はい、ごめんなさいね、逆側に持ってって、はい、反対に立って、その前にこれでつながったので、今度はバックの方、今センターパートからセンターから前に半分に持ってきて、前の方でカットします。はい、ちょっと時間が結構あれなので、あと5分で切ります。はい、綺麗に前にシェイプして、でここでパーマ伸ばしすぎるとちょっと実際の仕上がりと変わってきちゃうんで、シェイプある程度したらシェイプしますね。これである程度シェイプ綺麗にします。そしたらこっちもしますね。そしたら一回コームを避けます。ちょっとこれ持ってもらっていいですか。はい、そしたらコームなしで今度切ってみます。で、頭の位置はまっすぐですね。下げちゃうとここ段入っちゃうんで、ちょっと上向くぐらいかな。それでこの細くなったところをカットします。コンベックスにカットします。で、引っ張るのもすごい優しく引っ張ります。そんなにテンションかけません。ちょっと上向いてますね。はい、で、細くなってるこういうところつなげていきます。長さを合わせます。細くなってるところをコンベックスでつなげます。はい、で長さを合わせます。そしたら今度は、はい、先ほどもコーミングしてますので、今度は放射状にノーテンションの状態で束を集めて、出たところだけカットしていきます。すべてつむじのこの位置に対して、ここにおへそがつながってるような感じで、出たところをコンベックスでつなげていくって感じですね。一番お客さんから見て大切なこの顔周りを作って、あとバックをつなげていく感じです。でも大体のやり方というのは、お客さんにあまり関係ないってわけじゃないんですけど、お客さんが見えないバックの方を作り上げてから前を作っていくってことが多いんで、そういう感じだと、実際必要な無駄なところがどんどん増えていって、タイムロスになっちゃうので、その辺は、はい、じゃあ今度下向きください。はい、今度はこのバックの正中線ですね。はい、このセンターのバックの正中線を、頭のまっすぐのところを上から押さえて、ここを切ります。こうですね。これで、一周切れた感じ、綺麗に切れてます。はい、ちょっとって思うかもしれないですけど、これで大丈夫です。はい、で彼女のあんまりでも段も極端に入れない方がいいと思うんで、もうすでになんかそぎが結構入っちゃってるんで、あんまり入れない感じにします。はい、どういう風にするかっていうと、
イヤーとイヤーの延長線上のこのもみあげのイヤーとイヤーですね、もみあげの延長線上のこの部分からバックぐるっとつないだ部分ですね、この部分を真横に引き出してボックス切りします。いいですか。で、手は上切りで切ります。この状態で上から持ってきて切ります。ここをちょっと段入れる感じです、少しだけ。で、これ何やってるかっていうと、イングラをイメージしながら、ちょっと少しラインを入れてる感じなんですけど、こうやって切らない理由としては、なんかちょっとこう内巻きをイメージして切りたいので、フォーミングしたら上から持ってきて、ちょっとイングラをイメージした状態でコンベックス入れます。はい、そんな感じですね。で、サイド切れました。で、バックですね。で、バックも、はい、このベースは切らなくて大丈夫です。で、後ろに全部オーバーダイレクションさせます。すべてオーバーダイレクションさせた状態でセンターに集めます。で、届くとこだけを上から手を取って、見えてないですね、こういう、この辺見えるかな、こういう感じに全てバックに、ちょっと説明した時間がバックに集めて、はい、この正中線のところをちょっと切ります。これで終わりです。こんな感じで、そぎはもうかなり入ってるんで、これぐらいでいいかなと。あと前髪が、前髪どっちなんですか。こっちです。はい、こっち。はい、パックともちょっと変わってるん でこっち側に流してるから、まあもともと切ってる厚みが多分ご自分 で一番似合ってるというか好きなところだと思うんで、まあ、あんまり崩さないようにして、まあ時間があればね、細かくこうやってもいいんですけど、はい、ちょっと切り、少し流れるように、R2 スニングでカットしていきます。はい、うん、でちょっとこの辺の彼女のこの辺にちょっとシャープな部分をちょっと作っていきたいので、ここにちょっと小顔玩具を作ります。で、彼女のこの骨格、こめかみのところにカットラインを埋めていきます。表面の方段入れないで、ウエットなんで7回ですね。この10倍以下のセニングで7回開閉してます。はい、ここですね、このこめかみにカットラインを埋めていきます。はい、7回の開閉ですね。はい、これでちょっととりあえず終わりかなっていう感じです。終わり。で、これで乾かします。はい、ではここから、スタイリングするんですけど、ヘナウォーター使います。ヘナウォーター使うことによって、ヘナでちょっと修練というか髪がギュッて締まってくれるんで、より腰が出るのと、あと人さんによって髪のちょっと守ってくれる感じです。はい。で、ヘナウォーターつけて乾かします。この襟足かかってるから大丈夫だと思う。大丈夫そう。2時間終わりました。今で2時間。こんな感じ。こんな感じで、結構この辺が分かると思うんですけど、せん鋭のところを矯正で押さえてパーマをかけてますね。で、この辺は間引いて上からかけてるんで、まあ、ちょっと立体感が出るかなと思います。4箇所ですね、立体感出してかけた。ここはまあウェーブでぐるぐるとは出ないんですけど、まあそれなりにデジタルパーマじゃないですからね、まあ、上からこうかかってる感じです。で、こんな感じ、前髪はドライングパーマでちょっと流す感じにこうかけてますよね。で、だいぶ下もくるってなって、全然全体的に顔周りのちょっとこう少し軽さも出ていい
かなと思います。でこの鉢のラインは結構貼るようにしてる、潰す感じにしてるんでいいかなと思うんです。はい、ということで2時間でこんな感じにできました。どうですか？2時間でカットもカラーもパーマもお願いしたのに、はい、すっごい丁寧で色もめっちゃ綺麗なので神です。はい、やらせじゃないですね。大丈夫ですね。はい、色もこのぐらいの感じでいけば、今ちょっとこの照明でね、光の感じでどう見えてるかちょっと動画だと分かんないんですけど、結構寒色系強みに入れてるんで透け感が非常に出てる感じになります。で結構高明度ではないんですけどかなり透けてるんで深み結構ないでしょ、いいでしょ、柔らかく見えますよねっていう感じで髪質も変わった感じするんではないかなと思います。終わり。